では今回は、バイオミスランドをプレイしていくぞ。なんだか、地形が色分けされてますが、どういったゲームなんじゃ？まあ、なんつうか、考えてプレイするような作品じゃないことは確かでな。おう。ランダムに形成されたマップに、草木を配置して、ポイントを稼ぐんじゃが、決められたポイントに到達できれば、次のステージに進めるようになるぞい。なるほどのう。そういやあな、お姉さんや。どうしたんすか？本作のストアページを見ると、カジュアルやリラックスといったタグがついておったが、まさに理にかなってる作品じゃったわい。そういえば、今まで同じようなタグがついてる作品はありましたが、難易度が高かったりして、全然リラックスできねえじゃん、っていうのが多かったっつからねえ。そんで、本作の特徴なんじゃがな。おう。ターンごとに、三つのうちのバイオームのうち、二つぐらいが支給されるんで、好きなやつを選んで、ぬりぬりしていくんじゃ。ってことはっつよ。絵画みたいな感じで、それぞれの個性が出そうっつねえ。ほう。これは、なかなか珍しい作品ですねえ。そうじゃろ？なんだ、くせ者か？それでっつよ。本作を実際にプレイしてみてどうだったんじゃ？せやのー。ポイントを稼ぐっていう目的はあるものの、スコア的には結構余裕があるさかい。まあ、本能の赴くままに自由にやったらええよ。ってことじゃ。なるへそっつねー。そんじゃあお言葉に甘えて、自由にやらせてもらおうかのー。